ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。次は、ボリュームをラズパイで読んでみましょう。MCP-3002 を使って、AD 変換します。ボリュームを回すと、数値が取れます。ぐにょぐにょー。感触が気持ちいいですね。MCP-3002 を見てみましょう。イメージできましたか？ご視聴ありがとうございました。